こんにちはえー、まあ、しゃべるブログというか、皆さんにあお知らせなんです。えー、まあ、あの、いいお知らせで、えー、第7回下田国際音楽コンクールっていうので、えーの、その入賞者の発表が今朝、多分十13日。 日付が変わった頃かなネット上でありましてそれにまあもちろんオカリナでねあの申し込み応募しててあのまあ第3位ということであの3位に入りましたこれはね実はすごく嬉しくてなんでかというとその3位に入ったということまあそれ,それもそのこと自体ねまあ嬉しいことではあるんだけどもそれではなくてね これ実はあのちょっと話長くなりますがいつ応募したかというとねあの今年の夏に信州に3週間ほどね行ってたんです。でその時にまあ暇やから8月のあれ中頃かなにあのネットをねスマホでこういろいろ見てたんですよ。 で別に何を探すわけでもなくバーッと見ててでそうするとそのこのコンクールのねあの募集要項っていうかそれが出てきてねえ8月30日締め切りを出たんで,でそれとあのねコロナのあれでこう動画審査なんですよその会場に行って実際に演奏するんじゃなくてね。それであのということはこれはこの場でスマホをポチッとしただけであの申し込めるわけやということで。 もう何の,あの行動言うのかなあの考えもなくでちょっと問い合わせてみたらオカリナでも OK や言うしそれからあのその YouTube に以前に上げてもうすでに公開している動画でも OK やっていうんでもうこれはまあ参加料はちょっといくらか忘れちゃったけどあのいるけどまあどうせやったら申し込んでみようかなと思ってポチッともうその日のうちにその日のうちっていうかその時にも申し込んだんですよ。であのー まあどういうコンクールなんかっていうのをね僕あんまりよくなんか名前は来たことあって今年で7回目やからまあそこそこね続いてるあのコンクールでねで,でもその過去の入賞者がどういう人であのどういう楽器でどんな曲を演奏してはるのかっていうことはもう全く気にせずにあこれいけるやんと思ってもうほんまに軽い気持ちでやったんですねでそのままあの結果が9月13日発表ということやったんで。 でそれまであのもう全然あのもうほったらかしで何の関心もなく過ごしてたわけですね。それで昨日そういえば明日発表やなと思って、えー、もう一回そのコンクールの,そのホームページをね何気なく見たんですよ。そ,それであの細かく見た初めてやったんで昨日がね見るとその過去の入賞者特に去年のね入賞者とかがのプロフィールとか。 上がってるわけですよ見てみたらね、まあ、考えてみればオカリナのコンクールじゃないわけやから当たり前なんやけど当たり前やとその時思えばよかったんやけどもうねあのもう全員あのピアノとかフルートとかオーボエとかクラリネットとかバイオリンとか声楽とかもうめちゃくちゃクラシックなんですよ。でその演奏してる曲も あのそんな簡単なねあの初心者が弾くような曲じゃなくてもうラフマニノフとかプロコフィエフとかねピアノなんかやったらショパンとかもちろんチャイコフスキーもうそういうもう言うてみたらバリバリのコンクールレパートリーですよね日本音楽コンクールとかもありますけどそういうなんでやるようなもうバリバリのコンクールレパートリーをもう僕らの息子たちよりもまだちょっと若いぐらいの世代の人がもうそのどういうの,あの技術を競い合って。 ってこうもうバリバリですよババリバリのコンクールをやったんですよ去年の入賞者を見てみたりしたらもちろんオーカリナなんていう楽器入ってへんしあこれはちょっとやばいなやばいことしたなとこれやばいやんめちゃくちゃ場違いやんこんなもんこんなあのブロコフェーブやラフマリノフとかヤラハルナの中であの僕がやった曲はあの今まで 去年のイタリアのコンクールでも吹いたあのドビュッシーのシリンクスっていうフルートの曲とそれから新たにあのピアソラねタンゴの,あの人ピアソラのアベマリアっていう曲ねえとそれとあのこれもよくやってたあのサウンド・ミュージックの私のお気に入りっていうねマイ・フェイバリットリンクスってその3曲を送ってたんですねでそんなもんあのプロゴフィエフやラグマニノフをみんなやったはる中で 一人オカリナでそれもその人らの親が下手したらおじいさん世代の人がそんなミュージカルの私のお気に入りなんてチャラチャラっと吹いちゃうっていうのはこんなえらい間違いないことしてしまったなと思ってねそれであのもうあのこれはもっともうきっともう前日にそれに気がついたもんやから発表のねだからもう審査終わってますよね。 きっとこれ審査員の先生らこのじじいなめとんのかっていうふうに俺思われてんのちゃうかなと思ってねえらいこうあのなんて言うかこうえらいことしてしもたなと思ってね思ってたんですよでもこれあかんわもう全く話にならんわとでまあ1位2位3位5位ぐらいまであるのかなそれからあのそれ以外に奨励賞とかね審査員特別賞とかあるみたいやったから まあ、これはこのじじいが、お金だね、こんだけ頑張っとんやったら、特別賞ぐらいやろうか、みたいに、まあ、よくてその程度やな、と思って、昨日寝たんですよ。それで、今朝ね、あの、もう、これ、あの、もう絶対あかんと思ってたから、話にならへん、もう問題外やと思ってたから、受けたこと自体がね。それで、今朝ね、あの、5時ごろ目覚めてね、 何気なくスマホーって見た,見たんですよ。その結果発表が。もうだからあれ多分もう日付が変わった時に発表になったんかな。で、それ見たらね、あのー、サインの。もうびっくりしました。もうほんまに。もうこれほどびっくりしたことなかったですね。ほんま今までに。それとね、あのー、もうこれはね、すごい嬉しかったです。 それなんでかというとねあの去年イタリアのコンクールの独創部門 B というところで1位になりましたがこれはほらあのオカリナのコンクールでしょそれから去年もう一つ日本オカリナコンクールのデュエット部門で2位もなりましたけどこれもオカリナの,、まあのコンクールでしょ。でそオカリナっていう楽器をやってる人らが集まってでオカリナっていう楽器に関わりのある人が審査をしてやってるわけやからすごいこう限られ音楽の中でもどっちかというとものすごくあの 狭いこうねあの悪く言えば閉鎖的なあの中でのコンクールでの1位にねやったわけですよところが今度はねもうオカリナ他に受けてないねでもう曲はそんなもうクラシックの昔からの名曲ばっかりその中でねオカリナなんていう言うたらおもちゃみたいに思うテンシまだいっぱいあるでしょだからそういう楽器で挑戦してそれで3位に入っただから僕より 下の4位5位の人もいはるしその下の奨励賞か特別な審査員賞みたいな人もたくさんいるわけですよフルートやらオーボエやらそういう,なんていうの普通の楽器というかクラシックの楽器ですねでその人が抑えて3位になったということはねこれものすごく嬉しいんですよ、あのー。やっぱり僕がオカリナをやってる理由はそのよくねオカリナっていう楽器の単純なゆえのそのなんていうの、あのー 不自由さ、ね、そこがそれを克服するっていうのが面白いということを何回かお話ししたと思うんだけどそれそういうことなんですよ。だからそれが克服できてオカリナっていう楽器をおもちゃと思われないようなあの芸術音楽芸術芸術としての音楽の中で戦える戦うって変やけど音楽やから競えるっていうのかなことができて3位になったということねこれはもうどのコンクールで1位になるよりも僕にとってはね すごいあのう嬉しいことでした、うん、これだからそのオカリナやってる他の人にとってもねやっぱりそうやってオカリナっていう楽器でもあのそんなことできるんやっていうふうに思ってもらえばありがたいしでも反面あのそれが本当のオカリナの目的あ本当のっていうか人によってねあのオカリナをなぜ吹くかっていうところがなぜ好きなんかっていうところはもう人によって違って当然やからあの。 そんななことに関心のない人はもう全然ねあの自分の好きな曲を吹いて働いたらいいわけでだから言うてみたらすごいねそのオカリナっていう楽器の用途というかねあの幅がものすごく広ま,広まったって言ったら大層やけど広いということがちょっとはね証明できたんじゃないかなと思うんですよ。童謡とか消化をもうそれこそ自分のためにね一人で家で吹くとかね それからあのどっかそのお年寄りのね施設みたいなところに行って聞いてもらうとかね僕もそ,れそこからまあスタートしてるわけやからでそれでそれをねそれ専門って言うたら変やけどそれをずっとあのまあ生きがいというかにしてやったらもう当然それはそれですしで僕みたいにそういうこともやるけどなんかオカリナのレパートリーってやっぱりないでしょそのオカリナのオリジナルの曲ってそんなにないしあってもいい曲とはあんまり言えへんのが多いから だからそのどうしても僕がそのフルートやってたからクラシックの音楽に手を出しちゃうわけですよね。でそうするとそこでね、あのー、これ僕はシングル刊しか使わへんから3オクターブで1オクターブ半やからできる曲、まあ限られてるっていうか、あのー、どういうかな、うんまあ、限られてますよね、あのー、何もその努力をせへんかったら。やけどその中でやっぱりねあのクラシックそのクラシック言うてもその なん,かなんていうかなこうクラシックの商品みたいなんだけじゃなくてもうちょっと本格的なねあの曲もできるんやっていうことがねちょっと証明されてよかったかなとだから審査員の公表もねまあちょっとこれは公表できひんかもわからないんだけどメールでねあの全員の審査員の公表が送ってきたんやけどそれ見ててもねそのシリンドビュッシーの「シリンクス」ってフルートの無伴奏のフルートのための曲なんやけど結構それがあの評判よくてね それであのー、これはまるでオカリナのために作られた曲みたいに聞こえたとかねそんな風に言うてくれたある審査員も言い張ってねもう大変嬉しいですこれは。であのー、点数もね例によって一、あのー、人ずつの審査員が僕に何点をつけたかっていうのを、あのー、それも全部公表されててねホームページにも公表されてるしその送ってきた審査のその紙紙というか公表にも書いたんだけどね。 やる人なんかねその1位も含めた全部の中で僕が一番僕に一番いい点をつけていく97点やったかなという人も言い張ったりとかねこれはちょっとねこの嬉しさを何と伝えればいいんだろうみたいな感じでね、うん、当然だからもう最低80点ぐらいやったかな大体90点とか92点とかねそんな点数を皆さんにねあのもちろんクラシックのプロの演奏はですよ あのオカリナの人じゃなくてね、うん、よく理解してもらえたなと思ってねそれをねであのー、そうねナンバーが80点とか90点とか小,小中高校の試験で取ったことないしねもう数学とか行かないか中学の時なんか20点前後やったしねいつも <laughs> そんなね今おじいさんになっちゃった人がねこの年になってそんな。 なんてい,うかないい点数をねもらえるなんてもう夢にも思ってませんでした。でまああの今日は臨時的にこういうのを投稿しましたがあの喋るブログではね楽器のことについてね僕が使っているちょっとあの言おうかなとこの,この話をが来る前にも思ってたんでねで今言うたその表現っていうかその要,要はね表現力を評価してもらったわけですよ音楽の指がよう動くとかそういう話じゃなくて表現力。 ね、だからそのやっぱ表現力をなんか発揮するにはねやっぱ楽器もねあの重要楽器選びねその辺の話をまたねちょっといつになるか分かりませんが次回しゃべるブログでしたいと思います。ということで今日はいい発表がね皆さんにできてよかったです。またお願いします。